中華昇龍さんで一発やろうと思います。そしたら酢豚と一緒に瓶ビールもらっていいですか。仲がいいね。あ、もういいですよ、それも。はい。午後からまた雨らしいね。今日はね、板橋の坂下に来ております。肉団子もね、もうほぼ終盤なんですが、でもね、最終的なゴールは決めてるんですけど、あと 2,3 点食べたいなっていうのが正直なところなんですよ。今日はね、前から気になっていた町中華でね、なんと11時前なんですけど営業している店を僕はね見つけたんですよね。いいね、こういう赤のね看板っていうのは。今日はね、中華昇龍さんで一発やろうと思います。そしたら酢豚とあと一緒に瓶ビールもらっていいですか。でビール一緒に料理としていいですか。はい、そうですね、先に飲んじゃうんでそうなんですはい、おはようございます。はい、どうも、おはようございます。はい、あ、もういいですよ、それは。はい、大丈夫です。
いや、食べましたけどね、70代後半ぐらいのご夫婦だと思うんですけどね、営まれてるのはね、まあ、可愛らしくてですね、まあ、掛け合いはコミカルでですね、これはまさにこう人生劇場という感じが僕はしました。こういうお店っていうのが、いわゆる昔からよくある中華料理屋だったんじゃないかなと僕は思います。いや、いいお店でした。ここね、もう一回行きたいです。肉団子はないって言われちゃったんですけどね、あんまり出ないから。でもね、ここはもう一回来てなんか食べたいな、そんな気がします。でね、ウーロンハイ飲みたい、レモンサワーも飲みたいですね。ご主人、奥さん、ごちそうさまでした。次来る時までお元気でやっててくださいよ。